はい、皆さんミュージックチャンネルを見てくれてありがとうございます。今回の動画はダンスイベントに出演した時のソロダンスをいくつか見てツッコミ解説していきましょう。まずは1本目のソロダンスをご覧ください。ちなみに今回は全てオリジナル音源です。これはブリッジのライブでのソロでしたね。多分2004年くらいの奈良のイベントやね。てかめっちゃ細い。チューチュートレインを出した時ぐらいやな。ソロ音源もオリジナルやな。音はめきました。てか顔が違う。今よりきつい目してんな。絶対自分かっこいいと思ってる顔やん。とんでもカメラ目線。この頃まだ体軽かったな。この T シャツよ。なんで顎までしゃくれとんねん。背筋めっちゃ正しいやん。ここが一番枠とかじゃない方がええな。踊りの技で客を沸かさんとな。どんだけ壁好きやねん。めり込むぐらい好きやな。この止めを見ろみたいな顔やん。めっちゃ元気やな。もう帽子いらんやん、それ。また壁や。やっぱり若いな。体力が全然あるわ。キレのスピードが衰えへんな。もうすぐ投げキスしようで。来た。しかも両手でやん。なんか爬虫類みたいな顔してんな。おいっ子に顔似てるわ。投げキスしといて来るなみたいな終わり方やん。ほな、次の動画行こうか。これもブリッジのライブやな。お、ケイチ君とアトミックボブのみんな。めっちゃ黄色い声援やん。なんで爆笑やねん。この声援ありがたいけど笑けるわ。なんちゅう格好してんねん。スーパーガールみたいじゃないこれ。出たせーん、ありがとう。さあ次。いまいち盛り上がってないからちょっと落ちてるやん。
なんでボーリングなんやろ。これはアトミックボムのショータイムやな。はーい。座って踊るのって楽しいんですよね。でも早よ出てこいやってなりますよね。この今から行くでみたいな感じ、ソロって感じやな。出だしはフルパワーでメリハリつけてたな。こういうお客さんが湧くのはテンション上がります。音も自作なんで音ハメ楽しかったな。ここ好き。ちっちっ。でもここミスったな。音と動き合ってない。桜のイメージやけど誰にも伝わってないな。いかがでしたでしょうか。だいたいうまくいった時は前向いて終わってるけど、いまいちの時は後ろを向いて終わるか、さっさと立ち去ってるのがわかるよな。でも基本的な性格があんまり人前に出るのは苦手なんです。なかなか信じてもらわれへんけどな。電車で座る時も今でもいつも端っこやし、スポットライトとか光に当たるのも苦手なんです。でもダンスとか歌になるとやっぱり見てほしいし楽しんでもらいたいなと思うよね。間違えたらどうしようと思うより楽しもうって思うようにしてます。それにはそれだけ自信が持てるくらい練習しないあかんやんな。以前何回練習してもできへん振り付けあったんやけど、まあ夕方から練習して気づいたら朝焼け出るまでやってて、それでもできひん時もありましたよ。イベントの当日朝まで練習して寝ないでそのままショーしたりライブしたり、今も夜から編集してもうすぐ朝の8時です。クラブで朝まで踊って家帰って部屋で昼まで練習してるのを動画で撮ったり、その練習動画見てヘッタクソなとこ全部ノートに書いてチェックして良くなるまで改善して、動きになるまでずーっとそこばっかり練習したり、歌のレコーディングでも同じなんですよね。かなりいいテイクになるまで2時間ぐらい撮っては聞いて撮っては聞いて、だから全然サビまで行かれへんし歌わせてもらえへんみたいな、絶対できんと思ってたことも少しずつ近寄ってついにできて、これやったらオッケーって時が一番やね。逃げたまんまってなんか気持ち悪いんですよね。練習の質を上げないといくら練習しても変化が生まれへんから、己を知ることが一番大事ですね。自分のダンスや自分の歌や声を嫌いな人は伸びひんと思うから、好きになり始めた時に才能の芽が出るんです。ということで今回はソロダンスをお届けしました。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。